リッチモンド・ランドンはアメリカ合衆国の陸上競技選手である。彼は1920年に開催されたアントワープオリンピックに参加してソータ高飛びで金メダルを獲得した。リッチモンド・ランドンは1898年にコネチカット州サーリスバディで生まれた。コネチカット州のホッチキス校に通った後、ランドンはイエール大学に入学し、 1919年と1920年の2回 IC4A 主催の総高飛び競技で優勝した。1920年のアマチュア運動連合主催の競技会では彼は2位に終わったがアントワープオリンピックでは当時のオリンピック記録を更新して金メダルを獲得した。なお、ランドンはアントワープへ向かう戦場で同じく アメリカが衆国のオリンピック飛び込み競技代表として選ばれていたアリスロードと出会い、1922年に結婚している。アリスロードはこの大会で10メートル高飛び込み競技に参加した。二組に分けて行われた予選一組で7位となり、決勝進出を逃している。詳細については、ウィキペディア英語版の当該記事を参照のこと。ありがとうございます。